モホモホです徳島県のツアーが近いので徳島の話をします今日はコメント流れたらごめん流れるよ流れると思う徳島のこと喋りたいので喋り倒させてくださいよろしくお願いします皆さんあさってはまあ入れない人がもちろん多いと思うんですけど徳島のツアーですね そうですすねお願いします来る来る人も来ない人も、えー、楽しん、あの、あれ、ニコ生があるのでね、えっ、ー、と、徳島県、私、実は徳島県に、ほんとちっちゃい時幼稚園ぐらいの時にですね、住んでたことがありまして、はい、徳島は四国にある、それで、徳島のことを、 そこそこ分かっている方なので皆さんに徳島のおすすめスポットを紹介したいと思いますえまずライブが行われる徳島県のシビックセンター徳島県のシビックセンターはそごうの近くですね割とアクセスがいいとこなので行きやすいと思うので全然時間に余裕を持って観光できちゃうのではい徳島県シビックセンター徳島県シビックセンター私行ったことがあって そそれこそ私が年少さんそれこそこんなうさぎのフードとかかぶってる時だよリアルに,時に年少さんの時にあのー、親がデフテックデフテックって知ってるデフテックのデ,クテデフテックさんのライブに行ったのねそれでそこでそれがシビックセンターだったでそこでねデフテックの人になんか抱っこしてもらったらしいの私覚えてないけど でママが携帯にサインもらったりしてねそうママがデフテック好きでそうそう知ってるあイまい、デフテックテンテンワイゃじゃんみたいなまずそう流星さんポンポカパンのにありがとう熱くないよそうっていう私のちっちゃい時行ったっていう思い出の場所幼稚園生幼稚園入ってない保育園の福ちゃんも行ったのかなと思いながらそう ママファンキーファンキー徳島のシビックセンターですはい徳島、まあ、やっぱ気になるのはお昼ご飯ですよね気に気になるのお昼ご飯何紙だったっけなわかんないチューリップ紙とか <laughs> えっとやっぱ皆さん徳島と言って思い浮かぶのはこれでしょうスダ,ッティースダチスダチくん 徳島住んでるとこのすだちのすだちばっか出ますけどすだち徳島の有名料理有名な食べ物って思い浮かばんくないという人におすすめしたいのがすだちこれシークレットハニーっていうとこのすだちです そうやっぱすだちどうすだちすだちを買ってまあ焼酎に一緒にしたり焼酎一緒にしたりえー、さんまにつけてみたりまあなんならそのままいっちゃったりして是非是非すだちをお昼ご飯にヘルシーなうどんにそうだねうどんに入れてもいいしねそう すだちでおいしいよかぼすじゃないよすだちだよすだちぜひぜひお食べくださいなやば30分しかないというわけでね明日のラッキーうどんはおろすすだち入れてくださいうどんにあっ今日かけうどん食べました私すだち軟骨にもすだちいいねすだち <laughs> それねそんな感じですそれでまあやっぱすだちだけだとちょっとお腹空すいちゃうな俺割とすだちだけじゃ生きていけないタイプの人間っていう人はこういう徳島ラーメンを食べてくださいあ出しちゃった徳島ラーメンを食べてくださいなやっぱり大好きでしょ皆さんラーメンみんなラーメンマンじゃん知ってるよ私皆さんラーメンマンですから <laughs> ででんおすすめのラーメン屋さんは東大これはチェーン店が大阪とかにもあるかな東大ラーメンお徳島ラーメン東大っていう東大っていうラーメン屋さんと福利福利っていう福利ね福利ラーメン屋さん <laughs> あとね高松駅にも前にもねあるよく。 イオンとかにも入ってるんだめんめ福おうふぴょんのアバターもらってきた福くぴょんのアバター,んーそうめんおう <laughs> そう福くだあ福くだあかり略して福利。高さんポンポコポンのにありがとうあ今日グッズ届いたの今日の届いたんだ どうだった福田のグッズふくり田あかり略してふくりそううさぴょん,うんなのでぜひ行ってくださーい <laughs> そう ふくりあと好きなラーメン屋さんもう1個あったけど忘れちゃったなツアー頑張ってくださいありがとうございます福利厚生は大事大事よ福利厚生ちゃんとしちうところを選ばなきゃね <laughs> そうだね今日から徳島公園まで福利ちゃんではーい矢橋彬さん ンポ,コポンのにゃありがとうそう私ラーメンマンですぴょんぴょんうさぎと亀のうさぎです今日はあっそうそうあゆさんたち昇格西川麗さんとあゆさんとえっ、ー、と久保さんとえっ、ー、とまっとエリーさんエリーさん千葉エリーさんが昇格って今日見ましたあゆさん ね。よかった。うん、ドラフトさん犠牲さんがありますもんね。っていう感じですね。ね。しかも、あゆさんってチーム B って感じしませんなんかもう私後輩で言うこんな感じ、あゆさんそんな感じですねってもなんか失礼なんだけど、あゆさんってチーム B な感じしませんわかる山部あゆさん。えももちゃんが普段恥ずかしくていないけど、福田かくちゃん大好きって言ったら嬉しい。 ねよかったです。はい。っていう感じ。そう今日の公演でだっけはい。ね、売れ渡しも嬉しいです。新夜さんポンポポ,ポンのにゃーありがとうございます。<laughs> はい。そしてね、爬虫類は、イグアナイグアナ買いたい。えーと、うーんと、カフェイベか。うんと。 徳島に来て、まあ、前,乗りし前乗りしたりさ徳島のイベント徳島のライブまで暇だなーっていう人多分多いと思う何すればいいんか分かんないからとりあえずミスド行くとかだともったいないから多分みんなミスド行くだと思うあのシビックセンターで待ち時間潰すって大体ミスド行くと思うんだけどあの,あの地理的に私もミスドよく行くあそこの時間潰す、ね、駅の周りミスド行ったりねあそうなんだ劇場にね 届いた,だいた <laughs> えっとそんなあなたに阿波おり会館阿波おり会館行ってください阿波おり会館徳島市内なんですけど海きれいよまあそごうも行ってもいいけどね阿波おり会館に行ってください 泡踊り会館って何すんの阿波おり記念館ただの博物館だろって思うそんなそんなことーに合いようんそうこんにちは来てくれてありがとう何ができるかってなんとこの阿波おり会館、はあ徳島来たらやっぱり阿波おり見たかったなって思ってる でも、お盆の季節を逃したし、阿波踊りってどこで見れるんだああ、この季節やってねえよなぁと思ってるでしょう。なんと、阿波踊り会館では1日4公演有名連が阿波踊りを披露しております。はい。知ってますあきさん、ポンポコポンのにありがとうございます。4回だよ。4公演だよ、1日。 大体まあ日によると思うけどしかも有名ンがやってくれてるからあ間に合うと思うよかったそうそうだからアワードリー会館行ったらしかもね800円とかほんと1000円しない料金で見れるんですよだからその日の公演を調べて行ってなんか朝とかだと全然アワードリーを「よっとさ」って見てからでも全然 ASTU のラヴィ間に合いますあっっていうのはあの例えば なんて言うんだろうチームみたいなユニットだからチームなんとかみたいなまあアットジャムででんぱ組さん電波組さん次は電波組さんです次は STU さんです次は AKB さんです次はワスタさんです次はズさん、ベビーレズさんです次はピピピクションさんですみたいな感じで出ていくのと一緒次は何々連次はうどん連次はラーメン連次はそうめん連みたいな 団体団体そうそうユニット有名なレンがねそうかしみさんポンのポポポありがとうございますそうそんな感じでやってるのでぜひでそうそう「門井紳士」みたいなそんな感じで阿波踊り会館で阿波踊り見てたらその後半何があるでしょう公演の後半はやっぱあれだよねあのー、メドレーとかさ アンコールの後みたいなあるけどなんと阿波おり会館で阿波おり公演を見ると最後にみんなも一緒に踊ろうさあみんなも一緒に踊ろうあのお母さんと一緒の何最後の子供がぐるぐる回ってる映像みたいなああいう感じでみんなも踊れるんですよガさんポポンありがそう阿波おどり講習会みたいなのがあってみんなで踊れる企画があるんですねまあお見おむっくりみたいな感じ そうでまあそれは、まあ、参加してもしなくても大丈夫なんですけどステージに上がってみんなで踊ったら楽しい楽しいだけじゃないなんと一番上手に踊れた人にはデデンこういう阿波踊りの記念の普通にもうこれぐらいのそうだな雑誌ぐらいのサイズのこういう記念の旗がもらえます紫のこういう旗がもらえますみんなで上がるんだよ あのみんなで「わちゃ!」って上がるから大丈夫あヨッっとさヨっとヨっと踊るアホーに見るアホー同じアホなんだ踊らんやそんそんっつってはい幼稚園時とかはね <laughs> 運動会だから旅に踊ってたからこういう「青春のフラッグを元気に振ろうよ」がもらえますフラッグがもらえる 泡踊りってて書いてるこここになんかか徳島新聞社とか書いてるねなんかこういう旗がもらえてすごい記念になるのでぜひぜひ参加してみてください阿波おりねプロなんでそう踊ろうにゃそ <laughs> 楽しいよ M さんポンポカポンのぎゃありがとうございますいいでしょこんな感じうん <laughs> そそううういう公園がありますこれが阿波おり会館ぜひ行ってみて楽しいよきっと徳島に来ることなんてないんじゃないとあの東京とかさ大阪の大阪の人は来るかもしれないけど東京の人とかそんなにだからフォローしましたありがとう私も持ってた昔めっちゃ昔持ってたよ多分実家にあるうん <laughs> はい、待って時間ないんだなう,うわ全然時間ないやあと私が徳島県でそう、明日も何分処了もできるか分からんから今日やっちゃおうと思ってね徳島紹介そう徳島紹介でやっぱ定番のスポットえー、鳴門のね渦潮鳴門海峡明石海峡大橋鳴門の橋ですこれはやっぱ渦潮が有名じゃない徳島ってで高速道路から 見れるんですけど、うん、やっぱなんだろう渦の道っていうとこがあってねナルトに渦の道っていうとこがあって私も遠足で行ったことあるんですけどそこには 450m の海の上のガラス張りの保有道があって海,海で高さ 45m のとこに保有道が 450m あるの。 4 5ル上に4 5 0ルの道があってそこで渦潮を真下に見れるっていうねスポットがあるのでみーぽぽさん徳島そうかなぶんさんポンポカポンのにありがとうございますそう保有道行ったことあるそう下が見えて結構高所恐怖症だったら怖いとめっちゃ怖いですよけどタイミングがよかったら渦潮が見えるまあね 高速道路からも見えるんだけど危ないからやっぱ運転しながらだと遊歩道マックスタネキさんポンポカポンのにありがとう保有道じゃないの遊歩道か遊歩道だよ遊歩道遊歩道それ遊歩道わからんうーんカズリンさんタカさんポンポカポンのにありがとう遊歩道かまあまあそういう感じのミスもおかしつつね明石海教師 渦の道渦の道よろしくお願いしますはいギリギリだと思うそう遊歩道かー、まあ、結構怖いんでねあとはこれカズラ橋カズラ橋って知ってるあんかめっちゃ怖い橋なのえーとめっちゃ怖い橋なんかねギシギシ揺れてうーんありがとうウサギかわいい そうなんかなんかかずら橋っていう橋があってなんか白竹かずらっていう植物でできてる橋で植物でできてるんだよ今さすがに補強されてるんですけどあの行っても落ちないようになんか昔平家の落ち武者落ち人が追っ手がこう渡ってこれないように作ったみたいな白竹かずらでそういう橋なんですけどねかりんさんポンポカポンにありがとう 平家の落ちべしがそういうやつなんか国の重要有形なんだっけ民族文化財国の重要文文重要有形あて有形民族文化財有有ありなしのあり形民族文化財になってるすごいあのかずら橋って有名なとこあるので みみみみみ,みうんさみるさんさんさ,んさんうんさみ釣り橋怖くなるよほんとあれ言ったらはいぜひ行ってみてくださいまあでも香川県にかずら橋っぽいね四国村っていうとこもあるんだけどそう香川に四国村っていう四国の有名どころミニマムにして圧縮したみたいなとこがあるんだけど、まあ、とりあえずこっちが本場ですそう あとはアスタムランド知ってるアスタムランド吊り橋効果期待できるからメンバーと行けばいいよって何言ってんの <laughs> アスタムランドアスタムランド行ったことあるアスタムランドって私本当に徳島に行った時はね月3ぐらいで行ってたかもしれないまず入園料は無料なんですねでそこでお子さんがいる方とかまだ心は少年だとか心は少女だって人は行ったらすごい楽しいと思うし ななんら子ども科学館ってとこによく行ってましてそこはお金かかるんですけど本当に楽しいの500円もしなかったかと思う大人500円ぐらいで子ども300円ぐらいでこんなに遊んでいいのってぐらい遊べますアスタムランドでなんか吉野川下りみたいな吉野川を船で下ろう登ろうみたいなもう有料なんですけどあったりしてアスタムランドは本当に楽しいしあの高速降りてす 工作道路ののの近くなのであの車の方は行きやすい多分ん板野だったかな板野にあるのでぜひ行ってきアスタムランド行ってきほんと楽しいようん私も久々に行きたいなそうそう楽しい相当楽しいうんうんマ、うん、ックスタネキさんカズリーさんポンポカポンのにありがとうございますそうめっちゃ楽しいなんかアトラクションとかも あってそうそう行ってみててそそうう行みくださいアスタムランドめっちゃ楽しいですなんか「で9時半から5時」って書いてましたこの前調べたのよ徳島行くなと思って9時半から5時だったと思うです大きなお兄ちゃんでも楽しめます <laughs> はい福田もよく行ってました 楽しいよアスタムランドだから水の玉みたいなそういうキャラクターがいるはいそして私がアトラクションは別にちっちゃいよあのそれこそジャングルジムとかターザンとかそういう系アスレチックアトラクションっていうかアスレチックですねあアスレチック体を使って楽しむ感じですそして私が一番徳島県でおすすめしたいのは でででででデン日和さんウミガメ博物館カレッタやはりここでしょう南美町っていうとこになったってこんなメモみたいに書いてるけどちょっとこれは市街地からたなえててだいぶ行きにくい徳島市から1時間弱かかるんですけど日和さんっていうとこにねウミガメ博物館カレッタっていう場所があるんですよ海辺に海辺に そこは私よく通っててウミガメをそこで知ってウミガメの勉強してウミガメのこと好きになって今こうやってウミガメなんですよーとか言ってるんで <laughs> <laughs> 一回行ってみてください今回行けなくてもうーん日和さ亀カメ好きなのダムさんもんぽかこぼんなにありがとうございますカレッタカレッタっていうのはウミガメっていう意味なんですよそう カメ博士のなんか認定証とかもらえたりバッジがもらえたりねすごい楽しい場所で実際ちっちゃいカメから大きいカメまでたくさんいてめっちゃ癒されます本当におすすめなのでぜひ行ってくださってみてください私日和さウミガメ博物館カレッタが好きすぎてウミガメが好きすぎてあの何ウミガメ好きすぎて一回 ひまさみみ博物館カレッタで働きたい願望でそっちの道に進もうとしたこともあるぐらいここに行きたいいつかここのなんかイメージがあるとかやりたいなもうギャラゼロ,でゼロ円でいいし交通費自腹でいいからウミガメ博物館カレッタのキャンペーンしたい私が持つから <laughs> そうカメです皆さんひまさみみみ博物館カレッタに行ってください福田です 働きたいウェルカメそうそうであと徳島県はいいですねやっぱ美山美山眉の山眉山眉山眉山のがあったり楽しい絶対楽しいから行ってみてくださいぜひ行くぞーえっ、ー、バカ町にも赤眉梅さんがさらないくどすごいタコっちゅうんうんうん ね、カメ <laughs> そうクマありがとうシャリシャリさんでやあ <laughs> ありがとうはるるに今日会ってないなあ今日ユミリンに滝野由美子ちゃんに STU の滝野由美子ちゃんに あの誕生日プレゼントお誕生日プレゼント渡せました <laughs> 渡せたよかった渡せました <laughs> 喜んでくれてよかったそう <laughs> 渡せた宇宙人こそですか <laughs> そう何渡したかって秘密です <laughs> また聞きに来てください <laughs> よかったよほんとそしてあれなんだっけ今日もあれを紹介しようかうんあれないあっあったえっ、ー、と なんだっけ昨日を紹介したのはこれですねこれとこれあっすはとこのお姉さんに買ってきてもらったナナさんと指原さんキーホルダーそしてで6周年のナナさんコースターこれすごいレアだ やつ <laughs> そうスムージー飲んだってくれましたイェーイ <laughs> 私のですありがとうございます嬉しいですそうこれが自慢もらった <laughs> そうななさん もったいなくて使えないそうですよちゃんとファイリングしときますイェーイあ今日イラスト描いてないごめんなさい明日描いておきます毎日あじゃあ毎日あのツアーの間に STU メンバーをみんな紹介するっていう目標 <laughs> そう私奈々さんも指原さんも大好きなんですだって私本当に言いたいのがあれですよ 原さんの曲をオーディションで歌ったんですよめっちゃ好きだよそれそれぐらい昔から指原さん大好きです <laughs> そうこっちも雨ですうさぎうさぎうさぎですみーちゃんにモノマネ聞いてないな聞かなきゃな、うん、うんうんうん そう、今日は徳島紹介をしたのでねぜひあの、徳島に行った時にはあ福田がこんなこと言ってたなーとかって思いながらね「えー、と、ハートありがとう」「東大ラーメン福利ラーメンに行ってみたりシビックセンターの場所を調べといてみたりすだちを買って帰ったり」 えっと阿波おりセンターに行って阿波おりを見てこういう旗をもらって帰ったりなると海峡大橋に行って渦の道を見たりずら橋でドキドキしたりアスタムランドでワクワクしたり日和みが博物館カレッタに行ってみたりと徳島本当に楽しいのでぜひ皆さん楽しんいつか行ってください瀬戸内なんでお願いします。みなさんポンポコポンポありがとう 遠いいつか来てくださいカナダるさんんぽんまなげありがとうそう徳島住んでたし徳島大好きなので香川の、ね、横だしねなんだろう吉野川からもうお水が流れてきてますから香川にありがたやって感じですからねすべての川はつながってますから海でそうありがとうございます徳島すごく楽しみなのであさってに向けてね私も頑張っていきたいと思います見れない人はニコ生でぜひ見てください 頑張るよタコチュあクッション神の手アプリそう神の手ですカシーさんポンポコポ,ポ,ポンのにゃありがとうね全然一人でも楽しいよライブの前の回るのって結構私も一人で行くし全然大丈夫 <laughs> 5 5分に56分になったら教えてくださいねすごい 私が「じゃあキャッチフレーズします私が福田は」って言ったら「瀬戸内」って言ってください「鬼は外」「福田は」「瀬戸内」ありがとうございますサンドの飯はうどんで決まり香川県出身の福ちゃんこと福田あかりですよろしくお願いします香川出身です徳島ツアーが楽しみだぴょん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  まさぽんさんたんぽんぽかぽんのにゃありがとうー徳島って言ってるんふふ楽しみだねっありがとうありがとうございますうんうんうんんか私も徳島観光したくなっちゃった このウサギお高いでしょお高かったこのウサギこのウサギもお高かっただからめっちゃ着てそのうちここが毛羽今めっちゃふわふわなんですけど毛羽毛羽になってくると思うこのウサギめっちゃ可愛いのよ見て尻尾ついてんの見える尻尾ついてんのほら可愛いでしょめっちゃ可愛いよねそうめっちゃ高かったあ <laughs> パジャマじゃないよこれ普段着今日普通にこれ着て歩いてた ね、握手会でキルキルあとねこれシークレットハニーなの本当可かわいいあとあ今日藪下風ちゃんあやぶし藪下風ちゃんの似顔絵描いが帰ってきたよかったな藪下風ちゃんっていう子がいるんだけどっていう,うそのことを帽子が色違いで今日びっくりしてだから今度は握手会で帽子色違いだしこれに合わせて服買って恐ろこうでしようっていう話になったのでまた。 やぶしたふうちゃんと双子コーデします楽しみにしててねいつになるか分からんけど握手会とかでよろしくお願いします <laughs> そう福田とやぶしたってなかなかないからさもうそれも面白いねって言ってそうね <laughs> うさぎすぎるこれめっちゃ最近買いましたそうかぶった状態で歩いてないさすがにこうやって歩いてたけど <laughs> こんばんは これみゆみゆは持ってるのいや私これ新作だからイエーイ <laughs> とか言ってでもやっぱこういうのはみゆみゆっぽいよねだからちょっと18歳ギリですか大丈夫ですかいけるよねかわいいありがとうあショールーム見てくれてるんだ嬉しいありがとう <laughs> かわいいそうお兄ちゃん大好き ウサギですまだまだいけるよかったです楽しみかわいいよかったよかったならよい大丈夫アウトですって言うと思う自信持って頑張る頑張るよそううんみゆみゆのモノマネしないでわかったごめんなさい <laughs> 明日のラッキーうどんは やっぱすだちが、すだち入れてくださいぶっかけうどんでもなんでもいいけどとりあえずすだちを入れてちょすだち入れてちょすだち入れてちょー <laughs> にゃん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 これで香川悪いためだ。そうだねーすだちすだち、すだち入り うどん七味私もかけるすだちとはすだちの絵すだちの絵すだちあこれこれすだちこういうのこういうの推薦コメ書きましたありがとうございますうんと十六分になったあじゃあそろそろ壇上読もうかなうんうんパーセント下がるわええー じゃあ、失礼します。音量注意。よっ。1位が、えっ、ー、と、ガチなツりスさんだ。1位おめでとうございます。釣ってこう。2位。センプール。ぐちゃんし島市中大阪の人間やで。ありがとう大阪から。ありがとうございます。3位。奏でるさん。奏でる。お、9列目ね。OK。ありがとうございます。徳島。 楽しんでください。4位。カスリン。う <laughs> んありがとう。福ちゃんしか見えません。倒しです。うそ。ありがとう。ありがとう、うさぎ。5位。お金持ちさん。今日も福田の配信で一日が終わるのです。いい一日と思っていただけたら嬉しいです。ありがとうね。アムさん。チューチュー。デズミチュー。踏み台としてたばたかき。 7位、月た田きさん。かわいい、好き。ありがとう。月た田きさん、アバターかわいい。あちい、深夜タコチュ大好き。タコチュ、応援してるよ。はい、ありがとう。タコチュね。タコチュ。あきさん、9位おめでとうございます。グッズ届いたぜよ。イェーイ。はじめまして、福田明りです。ってやつね。うっしーさん、10位おめでとう。ありがとう。誕生おめでとうございます。11位、あれ。11位、福チャンス。 ちゃん,、うんうん。ありがとう。おめでとう。一休み中。十二。こう。りょうにゃさん。ウィンク。うん。十三。あやぶささん、おめでとうございます。ありがとう。というわけで。おはい。あ、おめでとうございます。はい。そして。なんだっけ。 今日は何曜日だ木曜日ん水曜日か。じゃあ週の折り返しですね。頑張りましょう、お互い。えー、見てくださってありがとうございました。目が乾燥した。<laughs> 楽しかった。スクショタイムして。あ燃え袖にしなきゃね、こういうとは。今日オールナイトニッポンか。うわ先週の今日がオールナイトニッポン懐かしい。懐かしいっていうか、早いな、1週間。 ありがとう。あ、俺、ただめ、ランダム読みね。そうだね、たまにはします。ごめん。お、<laughs> する。ありがとう。<ゅ>またね、おやすみ。楽しかった、よかった。また、明日も配信絶対するので、よかったら見てください。フォローお願いします。そう、反省化したね。そう、好きよ。うんと。ありがとうございます。お疲れんこ、おやすみみんゼミです。4000人。 ありがとうございます明日も夜配信になると思いますぜひまた見てください待ってます待ってます